日本の野球選手、新聞記者。当時史上屈指の高投手として、また、アマチュア球界の養殖を務め、日本の野球人気の紅葉に貢献した。大会発の連続優勝など当時、中学球界随一の競合であった、和歌山県立和歌山中学校在学中の5年間で8度甲子園の全国大会に出場した。快速球と、 二回から落ちるようなと例えられたカーブを武器に1926年夏第12回全国中等学校優勝野球大会の準決勝で8連続脱三振を記録。翔太郎が達成したこの記録は霧光学園松井祐希が更新するまで86年間破られなかった。また同大会では二度にわたって全員脱三振の大会記録を樹立。 翌年1927年の第4回選抜中等学校野球大会でも優勝投手となり優勝校に褒美として贈られた米国遠征でも1勝3敗1分の成績を収めた。なお、この遠征は日本での県予選と時期が重なったため、和歌山中学は2軍を送り出したが、それでも予選を勝ち上がって夏の甲子園に出場を果たした。 1928年の第5回選抜中等学校野球大会も決勝まで勝ち上がり準優勝。小川は中学9回のキリン児と称えられた。当時のメンバーに小川とバッテリーを組んだ島本義文がいる。小川は1929年に早稲田大学に入学。この当時の早稲田は打線に人は得ているものの投手陣の力量が不足。 慶応明治の後陣を排していた。そのため小川の入学は、再生の神の入来などと、救世主的な存在としても手早された。周囲の期待に違わず、小川は、初戦となる、春季リーグ戦、大砲勢2回戦で、延長12回を17奪三振で、完封花々しいデビューを飾ると、そのまま早稲田のシーズン全7勝中の4勝を挙げ、 六大学史上初の全勝対決となった、総敬戦でも、宮竹三郎に投げ勝ち、それまで向かうところ敵なしと言われた、慶応の連勝を20で止めた。これにより、早稲田の司法小川と慶応のちょうど9、宮武が六大学で並び勝せられることとなる。小川、宮武の対決は、全国の注目を集め、切符を求める、徹夜の列を作ったが、このような例は、 日本野球史上初めてとされる。早稲田はここでは慶応に優勝を譲ったが、秋に、再び全勝同士で総計が、激突、再び小川宮武家の対決が全国を沸かせた。試合は、早稲田が2勝1敗で勝ち、小川は1回戦、3回戦で、勝利投手となった。このように六大学発足以来しばらく戦力、不均衡が続いた総計が、小川の加入により、 実力が拮抗、総計戦の激闘は深刻劇が舞台にしたほか、総計戦、見ましたか総計と誰が試合をしたんやという円達ワチャコの漫才が古典となるなど、空前の国民的な熱狂を煽った。小川、宮武の総計戦の全国的な熱狂は、三原、水原の時代に受け継がれることとなる。しかし、小川の前世は短かった。 翌年に入ると胸部を患ずらい春のリーグ戦終盤を、欠場、1931年も、春季リーグ戦に一試合投げたのみで入院し、欠場、そのまま神宮の表舞台から姿を消してしまった。突然の離脱には、中学時代からの当番方や早稲田の、猛練習のによる疲労から、また学生結婚をしたからなど諸説ある。リーグ通算19試合当番 13章2敗。180センチメートルはあろうかという当時では軍を抜く長身を生かして左腕から投げ込む流麗なフォームは芸術品と言われ、沢村栄治も手本にしたと言われる。その快速球は前述の実績が示す通り威力抜群であった。活躍した期間は短かったものの、その足跡は戦列そのものであり、戦前の日本の野球人気を不動のものにした。 大功労者であった。卒業後は、毎日新聞社に進み大学野球の評論に、顕筆を振るったほか、東京六大学野球連盟の記録員を務め、また1949年の日本社会人野球協会設立に参画し、理事、事務局長として、社会人球界の発展に貢献した。 また1955年から翌年にかけてのプロアマの野球規則の合同化にあたって編参委員を務めた。こうした球界への貢献に対し、没後の1981年に特別表彰で野球伝道入りした。早稲田と慶応で早慶というのや、ああ、早慶というのが、オチとなり、爆笑を誘った。このやりとりは始まったばかりのラジオ放送に乗って、 全国に流れた。現在も聞くことができる。ありがとうございます。